ませんか？電話もつながらないし、電気も止まっているみたいなんです。昨年、元巨人の清原和博氏に薬物を調達していたと告白した元メジャーリーガーの野村隆仁氏が失踪した。6月中旬、地元高知の長年の親友からこんな問い合わせがあった。一度だけ向こうから電話がかかってきたんですけど、あとはずっと携帯がつながらなくて、心当たりのある人間に尋ね回っているんですが誰も知らないのです。そこで昨年の騒動から野村氏と親交がある記者が行方を追った。すると数日後、本人から電話がかかってきた。僕を探してくれているみたいですね。実は大阪にいるんですが、あちこち転々としているんです。話したいこともあるので会いに来てくださいよ。7月下旬、高知に戻っていた野村氏の自宅を訪ねた。昨年訪れた時に比べ、庭の雑草が腰の高さほどまで伸び荒れ放題だ。インターホンはなく、庭から何度呼びかけても姿を見せない。結局高知市内の繁華街で野村氏を発見。満面の笑みを浮かべていた。大阪へは野球の試合を見に行っていたんですよ。野球の解説をやることになったんで2ヶ月ほどいました。大阪ドームに試合を見に行ったら、今のプロのレベルはひどいもんですね。野茂英雄がどれだけすごかったかを直接彼のプレーを知っている僕が語り継がなあかんと思いました。どこで解説するかは決まっていません。ネットメディアから一度話がありましたけど、携帯が壊れて連絡が途絶えたんです。インタビューを進めると、因縁の相手である清原氏の話題も飛び出した。週刊文春で清原と対談できませんかね。保釈されてから現役時代は薬物をやったことはないなどと言うてますけど、僕にはたくさん言いたいことがある。最大の疑問は、無職の野村氏がどうやって大阪で生活をしていたかだ。率直に尋ねると、野村氏はバッグをごそごそと探り始めた。そしてにやりと笑う野村氏が手にしていたのは1万円札の束だった。1万円札の束、どのように稼いだのか。プロ時代、母親に送っていた埋蔵金がまだ少し残っているんですよ。それに引退後も力仕事で何千万も稼いでいますから。大阪では普通にホテル暮らしでしたし、タクシーも乗っていますよ。昨年末の取材では、記者を相手に軽快にパンチやキックを披露していた野村氏。以前取り沙汰されていた格闘家デビューの話はどうなったのか。この年齢でプロとガチンコで戦ったら死にますよ。僕でもそれぐらいわかります。でも体はバリバリ動きますから、今度は競輪選手を目指そうと思っているんですよ。インタビューを終え、取材場所の居酒屋を後にすると、野村氏はもう一軒付き合ってくださいという。同級生が経営するというスナックまで数百メートルを歩く間、100キロを超える巨体の野村氏の息は切れ、顔から汗が滴り落ちていた。競輪選手はちょっと難しそうに見えた。野村隆仁、1969年1月10日は高知県出身の元プロ野球選手、投手。2000年から2001年までの登録名は野村そら星。高知県立高岡高等学校宇佐分校、三菱重工三原、オリックスブルーウェーブ1991-1997、読売ジャイアンツ1998-2001、ミルウォーキーブルワーズ2002、日本ハムファイターズ2003、誠太鼓ブラズ2004。2006年10月31日、高知市内で覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、同年12月26日付で懲役1年6月、執行猶予3年、求刑、懲役1年6月の有罪判決を言い渡された。この裁判の後半における供述によると、野村はオリックス在籍時に外国人選手から勧められて、アンフェタミン系興奮剤のグリーニーに手を出し、同僚選手にも分け与えながら、メジャーリーグ挑戦のためアメリカに渡るまで服用を続けていたという。また、薬に手出したのか？清原に消されたのか？野球らしい人物だね。いや、こんなん今まで見たことないし。野村面白すぎる。いらんことペラペラ言ってたからな。